新年明けましておめでとうございます。あ、皆さんおめでとうございます。今年も、はい、2022年始まりましたが、ファンタジスタサッカーチャンネル、今年はいろいろまたさらなるこう飛躍をということで、はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。新年1本目のこう動画なんですが、やはりこの2022年のこの意気込みというか目標というか、そういうのをちょっと教えていただけますか。はい、まず目標としましては、はい、チャンネル登録者数、はい、今170人ぐらいですかね。あ、2021年の段階でも170人ぐらいですかね。はい、はい、そこをまずは500人。はい、500人、チャンネル登録者数500人まで伸ばす、まずですね。はい、はい、まあでも本当はもう1000人以上って言いたいんですけど、はい、そこはね、ま、やっぱりこう YouTube の難しさというか、うん、自分の知名度の少なさを痛感したので、うんうん、まずは500人っていうところと、はい、あとはなんか細かくいいですか。とりあえずはまずそこですね、登録者とりあえずまずそこを500人にしたい、うんうん、ね、なんかでも2021年の最後の動画でなんかちょっと大きなことを言ってらっしゃいましたけど、あれはなんかちょっと勢いで言っちゃったってことでいいんですか。ウィナーズからのオファーで。そうですね。はい。それはどうなんですか。いや、常に待ってますよ。そうですね。はい。あれはね、目標ですよね、当然ね。オファーは待ってます。オファーをね。じゃあ、那須さんにね、こうアピールしないといけないですね、これから。そうですね。まぁ、YouTube を通してアピールって難しいんでね。難しいですね。那須さんが見ててくれていいですけど。何人かこう知ってる選手もいるんでね。あの、ウィナーズの中にですね。はい。はい、でもね、那須さんからオファーがね、欲しいですよね。そうですね。ねえ。どうしたらオファーもらえるんですかね。それはやっぱ。なんかあるんですかね、条件みたいな。ウィナーズの。ああ、なんかあるんですよね。チャンネル登録者数が何人以上とか。そういうのがあるのか、それともサッカー系 YouTuber であれば。はい。あとは実力次第なのか。はい。なんかチャンネルが大事なのか、はい、それとも実力が大事なのか、どっちなんですかっていう話なんですね。何そんな、いきなり那須さんに聞こえてるんですか。いやいやいや。違いますよね。実力でどうにかなるのであれば、はい、それはもう頑張れるでしょう。見ていただいて、はい、プレイを。はい。だからリズムに勝てばいいってことですよね。そうですね、はい。彼らに勝てば。そうですよ。じゃあちょっとね、だから、ということは、こうね、あの、ウィナーズに入るためには、なんかプレイ動画もね、ちょっと見せた方がいいんじゃないですか。いや、いらないですよ、そんな。いらないですか、だって。実際にやっぱ見てもらった方がいいと思う。実際にね、はい。でもそのね、ちょっときっかけになるようなやつ、ちょっと一回ね、見せないとまずいんじゃないですか。いや、でもまあ、大丈夫っすよ。何を根拠にそんな、ね、見てもらわないと、いい商品でも意味ないですよ、鈴木さん。商品とかいい選手でも見てもらえないと。一回そうっすね。そうですよ。じゃあ。じゃあ見せないと、鈴木さん。どっかのチャンネルとコラボして。そうですね。はい。ちょっと鈴木さんの。そうですね。今年の目標としては。はい。やっぱり去年は。はい。対案とか。はい。まあ、例えば誰か、Jリーガーの選手呼んで対談したりとか。うん。そういうのは何度かやりましたけど、はい、もうちょっとこう、プレイ的なコラボというか、はい、っていうのを今年は、はい、やっていきたいなと。そうですね。なんかこう、面白いけど真剣にやる企画みたいな。おうおうおう、例えばですけど、はい、名古屋産業大学の、はい、僕が見てる社会人チーム、はい、対、はい、僕が呼んでくる、はい、こう、まあ
元プロサッカー選手とか。おお、面白いじゃないですか。はい。まああとは僕が知ってる何人か、はい、ね、プロではないけど、うん、選手呼んで、はい、あのフットサル対決とか、はい、ミニゲーム対決とか、はい、っていうのをね、はい、ちょっとやりたいな。おお、いいじゃないですか。なんかそういうね、なんか、うん、お、こんな選手がいるんだとか、はい、僕の知人で、はいはい、とか。あの、そうですよ。別にプロサッカー選手じゃなくても、はい、僕の周りで結構上手い子いっぱいいるんで、はい、で、なおかつ僕のプレーも少しこう見てもらって、はい、この人こんなプレーするんだとかあんま多分分かんないと思うんで、はいはいはい、っていうのを今年はちょっとやりたいなと、はい、どっかでちょっと時間作って。すごいいいですよね、それね。何人か鈴木純軍団。軍団、ファミリーにしましょう。はい、鈴木純ファミリー。対、はい、あの、僕の教えてる。お、面白いですね。子たち。はい。試合なんかできたら。はい。リーデムの皆さんとか呼ぶんですか？いや、それは呼べないっすね。梅ちゃんとか。それはちょっとあの、梅、ね、あの、僕はあんま繋がってないんで。でも、鈴木さんの仲間だって、今、現役でやってる人いっぱいいるじゃないですか。J リーガーの仲間が。泉選手、呼べますか？呼べますか呼べないっすね。出てくんないっすよね。呼べないっすね。さすがに。さすがに呼べないっすよね。もうちょっとなんか、チャンネル登録者数も、はい、こうね、しっかりしてたら、はい、ちょっと俺のチャンネル一回出てよって言えるんですけど、そうですね。さすがにこれじゃちょっと失礼なんで。皆さんのメリットにならないとね。はい、あのプロの選手のね、なんか対談とかあったらいいと思うんですけど、ね、まあそうですね、その、はい、ね、リュウジのことをもうちょっと知ってもらうとか、はい、なんかリュウジの素顔みたいなのも、はい、ね、ああそうですね、こう知らない人もいると思うんで、はい、まあそういうので去年は少しね、僕の知ってる選手で何人か入れましたけど、はい、できるだけこうプレー的な、はい、こう動画も増やしていきたいな。はい、っていうのは思うんで、はい、そうですね。1月、はい、でも1月だともうシーズン始まっちゃうんでね、チームの、はい、だ選手は呼べない可能性の方が高いんで、はい、まあしょうがないですよね、そこはね。そうですね、うん、だからそういう企画も、はい、できたら面白いんじゃないのかなっていうのは、ね、はい、面白いですね、はい、そういう企画はいいですね。とかあれですね、あのフットサルも僕やってるんで、はい、そのフットサルのチームと、はい、僕が呼んできたサッカーのメンバーでちょっとフットサルの対決したりとか、はい、ちょっと面白いじゃないですか。そうですね、面白いですね。ちょっと練習試合やる相手いないから、はい、ちょっとじゃあ今度よ集めるから、はいはい、うちのチームと、うちのチームというか、うちの何人か集めるんで、はいはい、ちょっと一回試合しようよみたいな。いいですね、はい。そういうのなんかちょっとやりたいですね。はいはい。いいですね。真剣勝負だけど、ちょっと面白い企画というか。はい。面白いですね、そういうのね。はい。はい。そういう感じで。うちのフットサルのチーム、フリーが3人いるんで。そうですね、すごいですね、それはね。はい、まさかね。そこに、サッカーの人たちがどんぐらい通用するのか、はい、ね、見てほしいじゃないですか、はい、そうですね、見てほしいですね。やっぱフットサル難しいなってなるのか、はい、案外いけんじゃねみたいな感じになるのか、はい、まあ、鈴木さんがどっちか私は分かりますけど。そうなんですか。多分どっちあっちなんだろうなって思いますけど。いやでも難しいんだよね、僕もフットサルやっていろいろ学びましたけど、はい、サッカーと全然違う。だそういう YouTube 的な目標で言えばそういうところも、うん、こうプレイ的な企画とかももっともっと増やしていきたいなって思いますね、はい、2022年シーズンは、はい、2022年シーズンは、はい、もうちょっといろいろね、鈴木さんのプレイ動画が増えるっていうか、サッカー、ね、はい、もう今までとね変わらず対談っていうのもあるんですね。いや、それもやります。はい。それもやっていただきながら、プレーも、実際、はい、こういろんな人たちとこうサッカーで繋がっていくところをね、見せていけたらってことですね。そうですね。
まあ、現役選手はなかなか難しいですけどね、うん、はい、みんな入れるようにね、呼ばれるようにオファーが来るようにオファー待ちますか。オファー待ちましょう、頑張りましょう、お願いします。はい、皆さんチャンネル登録者数は今170ぐらいですよね、年末年始の時点でね、はい、2021年のこれを500ぐらいに上げて、那須さんから鈴木くんとどうだいって言ってもらえる。500で来るんですか。いや来ますよ、インパクトを残しましょう、もっと。はい、はい、頑張ります、本当に。はい、で2022年も始まりましたけど、はい、鈴木さんまた今年もよろしくお願いします。お願いします。皆さん今年は面白い企画と面白い動画をたくさん残していきたいと思いますので、ファンタジスタサッカーチャンネルを今年もよろしくお願いします。ありがとうございます。皆さんチャンネル登録といいねボタン、それからコメント欄からいろいろご意見ご感想よろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。2回目を楽しみにお待ちください。